か。はい、今日はマカということで、カープ女子、ちょっと自己紹介して。はい、2人とも広島出身のカープ女子なんですけど、はい、私は、野村知花のカープご飯っていう本も出したりして。ちょっと待って、名前って。あ、上村知花です。上村知花さん、はい、作家としても活動してます。はじめまして、はい、大井千穂子と申します。はい、大井で、千穂子の地は前田智則さんの友です。聞いてないよ。聞いてないよ。厳しい。厳しい。最初から厳しい。いやいや、これ何、本？そうなんです、漫画の本を出させてもらって。どのぐらい売れてんの？あ、でも結構売れてる。広島の中では出した時に月間1位を取らせていただいて。すごいね。はい、カープ球団さんは、うん、漫画に関してはパーセント取らないっていう。あ、じゃあ全部入ってくるの？それがなぜかっていうと、漫画って子供もみんな読むじゃないですか。そしたらその野球の楽しさを子供にもこう伝えてほしいっていうので、そこは自由にやってくださいっていう広い心を持ってるんですよ。それ何、広島をこうアピールしてるのか、はい、それともこの本をアピールしてるのか。カープです。カープをアピールしてる。もう10年ぐらいになるよね、カープ女子って。そうですね。これもうみんなさ、こう言われてるけど、はい、カープ女子ってまず最初はあなた方でしょ。そうだと。やろうって決めたのが、それどういう企画から始まったの？企画とかじゃないです。もう自然的に発生したものなので、他の球団みたいに、うん、このトラコを球団で出したり、うん、トラコとかスワジョーとか、そういうふうに球団がやったんじゃなくて、ファンが自主的に盛り上げたくて始まったことです。それ自慢なの？自慢です。自慢です。ここまでね。いや、でもここまで広がると思ってなかったでしょ。多分自発的だからこそ広まったというか、いろんな球団にも派生していって、やっぱ女性も野球が好きなんですよ。そうなんです。でも200ファンがいるでしょ。はい、例えばカープの赤が可愛いからなっちゃうみたいな、でインタビューして背番号1は誰って言ったら、大下さんとか。相当前じゃないですか。いや、それでいいよな。すごいよ。いや、そんなやつもいるでしょ。そういうやつは認めない。でもただそれよく言われるんですけど、にやか女子がいるとか、でもその女子ってグッズを買ってくれるんですよ。そうです。いや、ちょっと待って、球団の回し者じゃないの？違うよね。それがひいては選手の育成のために使われるわけです。全てはタルボ金です。にわかファンが買ったユニフォームもタルボ金です。現代も本当になんか涙をぐましいね。そうです。そのもう血を引き継いでるので、みんながグッズを買えば選手の年俸が上がるって信じてるので、全然にわか出るかもですけど、ね、その野球を好きになったのはどのぐらいの時から？記憶にがね、全部カープファンなので、おばあちゃんから、そうです、お父さん全員ドラマ見させてもらえず、家ではカープのずっと中継がなので、ドラマ見たかったの？見たかったです。時もあります。反抗期はちょっとドラマ見たい。アニメも見たかった。前ね。もう逃げ方。いや、逃げてないです。いや、逃げてるやろ。ドラマ見たいって言ったやん。見たい時もあります。私はでも嫌いな時ありましたよ。ちっちゃい時に、お父さんがやっぱりカープが弱いとめちゃくちゃ荒れるんですよ、うちで。それで文句をすごい言ってるし、それを見て育ってるので、なんでそんなに野球見てなんか文句言いながら応援してるんだろうっていうのが分からなくて、最初はちっちゃい頃。でもそれがだんだん野球の良さを知って楽しくなっていって、自分も同じようにカープが負けたら不機嫌になるっていう遺伝子が。今年はすごいよね、波が。すごいです。もう全部変わった。今めっちゃ機嫌がいいでしょ。今すごくいいです。カープの魅力って何なの？いっぱいありすぎて難しいな。生活に密着してるのが一番だと思うんですけど、朝起きてカープのニュースから始まって、でも試合のことを気にして、私は FA で誰も取らないところが今一番の魅力だと思います。他の球団を悲しませることがない、最近はそれをすごい感じてて、はい、カープで FA で来てくれたこと一回もないんですよ。どんな選手だろうと、いなくなったらなんて悲しいじゃないですか。それ金がないから取らないだけじゃない。ですけど今のお金ありますよ。ありますよ。あると思いますよ。私もあるとなって。これ取ってないでしょ、前に。前に取ってないでしょ。これ取ってれば。いや、相当いったよね。これ育成に回せるじゃん。じゃあ、売り上げは、インデーとかは全部渡してるんでしょ。
大きいマカ寝てるよね。春に寝てるよね。それはそう。グッズ買って返してますね。でもファンってありがたいよね。こうやって応援してくれて。何があってもカープなんでしょ。例えば暴力事件があっても。いや、でもあのことについてはどう思う。難しいぞ、これコメントは。私は尾形さんは本当にノマのことを可愛がってるんだなと思って、本当に好きだから、どんなにノマ選手がダメでも使い続けてきてるのは尾形さんの。ノマ選手なの、ノマ選手なの、ノマ選手、私はノマ選手とか。ノマなんか、応援するときはノマ、ノーマじゃん、ほら、ノーマじゃん。知らんないやいや、その暴力事件、暴力があってね、で、尾形監督がみんなの前で謝罪をした、まあ、そこから調子がいいんだけど、はい、その暴力に対してはどうなの。私は、あの引き金となったプレーは野間選手が悪いとは思います。見てたの。はい。どんなプレーだったの。ボールの、打った後にゴロだと思ってボールの行方見失ったって言ってたんだよね、うん、でもまあ映像で見た限りではちゃんと打球の方向を見てたし、それですぐ走らなかったのはそれは怒るだろうなと思いましたけど、でもまあそれで暴力に走るぐらいなら2軍に落とせばよかったわけじゃないですか。もうそれ俺に言われたら、いやいや、2軍に落とすっていうのはまあ懲罰もあるよね、うん、でも2軍に落とせない選手だったから、それとやらなきゃいけない選手だったから、できないんじゃなくてやらなかったから、うん、っていうのが、野間選手今年の開幕の時にも、開幕直前から開幕の時にホームを踏まないっていうこともやってるんですよ。2軍で、2軍でありました。ホームを踏まないって、もう何回お前同じようなミスをするんだっていうので、もうプチンってなっちゃったのかなと思って、1回目だったらそんな怒らないんですけど、でもただあれって、ね、なんか映像で後から見返してみたら本当は踏んでたみたいな。そうなんだ。ちょっと待って、喧嘩すんだ。でも私現場にいたけど、現場、日本の現場にいたの。ちょうどいて、初めて葉月選手っていうルーキーの選手が初めて得点を得られたかもしれなかったんですよ。その野間選手が踏んでたら初得点をルーキーが打点を上げるってこと。そうって思うんです。だったのを一軍の選手がそんなタイマンプレーと思ったんですけど、でも審判がね見てることだから、一回入ったのが覆ったから、それって審判ちゃんと判断してるよね。確かに。しかもその後ちょっと笑ってた。ちょっとニヤニヤしてて、この番組で、はいはい、分析やめてごらん。その分析聞いてもおい、しょうがないから。でもどこに住んでんの。東京に住んでます。で、2軍のファンのゲームに行くの。はい、はい、え、どこに住んでる。私も東京なんですけど、実家が広島なので、よく帰ります。そうです、実家が広島。それは野球に合わせて帰る。そうです、もちろん。いや、その暴力は、じゃあ女性のファンからしてなしかありかって言ったらどうって。それはなしだと思います。なしなんだ。やっぱ時代もあると思う。まあ時代もあるよな。それに合わせてやっぱ若い世代の選手は育ってきてるんで、そこに合わせていかないといけないのかなとは思いますけど、まあ、一概に全部がダメとはね、はっきり言えないけど、俺カープのいいとこだな、いいところなんじゃないかなと思う、その厳しさが。ただそのやったことに対して正当性がないといけないけど、まあ暴力に対して正当性はないにしても、気持ちがなくて殴らないと思うんだよ。それはそう、殴る方も痛いって私は思うんですけど、あんまり公には言えないですけど、殴る方は痛くない。そうなんですか。殴ったことないか分かんない。俺も大学時代は殴ったことある。本当ですか。いや、後輩とか。そうですよね。殴られたこともあるし、まあそういう時代だった。時代ですよね。でも手は腫れた。です、ほら、殴る方も痛いんですよ。心が痛いね。そうだと思います。心が痛くない。心が痛かった。絶対一番可愛がって自分の背番号までつけた選手ですから、思い出ね、人一番だったんだよね。そうだよね。いや、野間が一番に入って打ってる時はチームも調子良かったしね、うん、野間がこう落ちてきて、まあ、タイマンプレーがあって、うん、それは怒るわね。そうです、絶対つけたいと思ってるんで、いつか9番ね、うん、そう思ってると思うんですよ。え、何で、つけたいと思ってる。ノマが、ノマにつけさせたい、つけさせたいと思ってると思うので、余計厳しくなってるんじゃないかなって思ってますけど。あなたは、はい、何型？ A 型？私 A 型です。ですよね、はい、え、なんで分かるんですか。え、O 型？ AB 型です。 AB 型の血液型あんまり当たらないから。なんかこう自分でこう描いたドラマをこう、はい、
があるよね、頭の中に、はい、あります、ね、でこうあってほしいみたいな理想が、はい、それ A 型なんですか。妄想癖はあるでしょ。どうでもすごい感情移入する。感情移入はすごいです。 A 型はたまにだよね。たまに、そうですね。結婚してんの2人とは。してないです。してない。カープの選手がさ、お付き合いして結婚してくれって言われたらどうする。すごい、やっぱり FA に出るかどうかをね、うん、すごい聞きます。 FA 出るって言ったら結婚しないの。すいません。本当かよお前。なんとか引き止めたい。なんとか引き止めたい。で結婚することによって抑止力になるんだから、喜んでっていう感じですよね。いやいいよいいよいいけど、今一番人気は誰。そうだよね、鈴木誠也選手ですね。ユニフォームが多いのは絶対的に、うん、もう女子受けでいうと西川龍馬選手とかも人気ですし、最近だと山口投手、山口翔投手、あと遠藤投手、遠藤投手がやっぱ見た目がすごくいいので。なるほどね。まあそういう話をですね、はい、まあ、次に、はい、はい